昨日の雨で茶色くなっただけで、うん、実際これ乾くと思う。こういう感じかみたいな。こういう感じだね。白っぽいあ、ちょっとこれ白っぽく見えるね。さあ、来ました。うわぁ、やっぱり綺麗だよ。すごい綺麗。東海岸。ここサーファーでも有名なんだ。サーフィン日和じゃないかな。中浜万次郎の像だ。ジョン万次郎さん。すごい。綺麗だわ。海の綺麗さに本当びっくりするな。いやー、これは素晴らしいだけど。素晴らしい。風が。ちょっと防寒着持ってこよかった。本当。こんな風が強いとは。寒い。海風が冷たい。青々してるもう透き通ってる。綺麗、ほんと綺麗。いや、丸く見えるところがすごくいい。また地球がね、地球が丸く、本当に丸いんだってことを実感できる。岬もいろいろ見たけど、ここが一番。一等
お金を落とすとチャリンチャリンと音がして落ちていく、その穴は本堂のすぐ下まで通じていると言われています。あ、向こう側になんかお寺さんあったね。投げてみるか。あ、投げる人いるんかしら。一応お参りして、爪書き石、ナム阿弥陀仏と彫ってある。これに爪で、まあ爪がボロボロになりますかね。そんな近くで見るより遠く離れて見る方が。ありました。あった？無が、なんとなく無が見えるような気はするけど。空と良くなってるわ。いやー、この地平線がすごいわ。また入った白山洞門。うわ、こりゃこんだけ下るということはまた登らなあかんちゅうことで、えらいこっちゃな。削れ方もすごい。福岡の道門では日本一と言われるんだ。硬いの。それが削れちゃったわけ。太平洋の荒波が作り上げた典型的な海食道門です。登るんだけど、すごいな。なかなかいい。なかなかいい。いいですね、ここ。あら、見えるじゃない。